小林正嗣は、日本の技術者、工学博士、元日本電機専務取締役、元慶応義塾大学工学部教授、岡山県久米郡上村崎校生まれ、父親が広島で郡長、後広島赤十字社主事等になったため、広島県小原町や府中市他で育つ、1917年、福山中学校から広島講師附属中学に転入。 第八高等学校を経て、東京帝国大学工学部電気工学科卒業、同年日本電気入社、大学の先輩、羽康二郎が優秀な大学卒を採用するという、方針で入社した第一期で、a 才歳の誉れ高い小林が引っ張られたものであった。島津康次郎は、前年、小林工事は3年後の入社で、この時期入社した彼ら優秀な技術者が、 日本電機の技術と経営に重要な役割を果たした。当時は弱電専門の大学での工学士は少なく、また従業員1000人足らずの民間会社に就職するのも珍しかったという NE 式写真伝送装置の送信装置、国立科学博物館の展示、NE 式写真伝送装置の受信装置、国立科学博物館の展示、 技術部伝送実験室主任となった1928年、上司、庭と共に、日本のファクシュミリ実用化、第1号 NE 式写真伝送機を開発。これは、同年11月10日に行われた、昭和天皇の即位儀式を京都から東京に伝送した。その後も、伝送写真と、真空管開発を主に手掛け、大出力放送機や 50kW 単波送信管、 等を開発、日本の放送事業、通信事業発展に寄与した。日本電気の真空間開発は、小林の欧米視察からの帰国とともに始まったものであった。また電気通信機材料と経由金属との密接な関係から、鉱石精錬の国産化を発意し多くの新材料、部品を生んだ。これらは戦後、トランジスタ、IC、LSI 等の事業において、 戦後の日本電気の基礎を作った。1937年、東京帝国大学から同社社員で初めて工学博士を得る。当時はメーカーの技術が学位を得るのは稀であった。論文名は電気的周波数分析機の研究であった。同年中央研究所副所長。1939年、法王の際、たまたまテレビを見ている時に飛行機の飛来によって、 テレビの画像が崩れたことから電波探知機開発のヒントを得る。このためテレビ開発から一転して電波探知機の開発に向かう。戦中は陸海軍の電波兵器研究開発に大きく関与した。戦後は庭の後継として1945年中央研究所長に就任。1947年に取締役を兼任し、1948年には 議師長も兼任した。1949年に研究所は閉鎖されるが、1953年、再開され再び所長となる。1959年、半導体開発事業を立ち上げるなど、1950年代の日本電機の事業拡大に貢献した。1952年、発明後充血に選出される。1958年日本学術会議会員。 1956年に常務取締役となり、1961年専務取締役に選ばれる。1962年に取締役を退任し顧問となる。1963年慶応義塾大学工学部電気工学科教授就任。1968年度を大学特選塾院に追挙。1970年定年退職。この間、 科学技術庁電子技術審議会会長として1967年の電子広報研究所新設に尽力し、先進国に大きく遅れた電子広報技術発展に寄与する。1971年、先中から続いた電物主研究会を発展的に解消し、画像電子学会を発足させ、初代会長に就任、画像電子工学発展に寄与した。 1972年に中部工業大学教授となる防衛庁技術研究本部技術顧問時にはレーザー研究の教授やフライトシミュレーター開発等を指導した。その他、水中促進機、無人標的機初機開発等に参画した。晩年には太陽エネルギーや砂漠、海洋開発に関心を寄せ、黒潮発電を提唱するなどの活動を行った。 日本の電子技術選抜の一人で、日本電機、大学教授を通じ多くの技術者、更新を育てた、関本忠広らは、日本電機研究所長時代の直属の部下であった、1975年正去、没後、14位に上される、ありがとうございます。